今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回は、うなぎが美味しいお店です。野豊洋西店さんに伺いました。こんにちは。こんにちは。お話を伺うのは張一帆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、いろいろ美味しいものがいっぱいというそういう野豊さんなんですけれども、どうでしょうか。やはりこの6月に入りましたけれども美味しいものいっぱいあると思うんですが、何がおすすめですか。うち6月入ってから新商品を作りまして。新商品、はい、アユの一夜干しという、はい、アユを干してから、はい、味しっかりついて焼くように、はい、そうですか。美味しいと思います。これはなかなか一夜干しですからフレッシュだけれども生のアユを食べるのとまた違うっていう、そんな感じでしょうかね。はい、はい、さっと炙るぐらいでいいんでしょうか。そうですね、はい、はい、それから、この私の一番近くにはコアユ、はい、いわくの天然コアユです。天然コアユ、はい、今ちょうど食べやすいサイズでしょうか。そうですね、今一番おいしいサイズ、天ぷらしたら。そうですね、午前中ぐらいで小さすぎず大きすぎずと、やっぱり天ぷらが一番おいしいですか。天ぷらが一番おいしいですね。はい、内臓の苦みがすごく癖になり味ですから。そうですね、はい、天ぷらするときに結構内臓がこう爆発しそうになるんですけども、何か上手な揚げ方ってありますか。はい、やっぱり鮮度ですね。鮮度、そうですね、取りたてのこういう怖いよ、色が背中が黒いんですからね。おう、これを状態で天ぷらしたら腹を割っていただいて。ああ、そうですか、はい、そして珍しいなと思うのが木曽川のしじみ、初めて見ました。はい、宍道湖のしじみとか、それから琵琶湖のしじみもありますよね。そうですね、今の時期は琵琶湖は取ったらあかん時期ですから、うちは、はいはい、紅葉のしじみが入ってくる。ああ、そうですか、はい、私岐阜出身なんですけれども、結構大きいですね、木曽川のしじみ。そうですね、はい、大きいですね。身がたっぷりありそうです。そうです、はい、さあ、そして野豊さんといえばこの西天さんの2階が、はい、食事できますので。食事ができますか、はい、そうですか。何度も伺ったことあるんですけれども、やっぱり焼きたてというのは炭火焼きですから美味しいですよね。そうですね、うちは一応全部焼きたてのうなぎと魚も、はい、あとぶぶ漬けも全部、はい、使っております。そうですか、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お話は張一帆さんに伺いました。はい、よろしく。